はい、どうも、こんにちは、はい、こんにちは。お久しぶりのじいちゃんはんでございます。じいちゃんはんです。お久しぶりですね、皆さん。やっさびっさんの外食外出外出まだ飯食ってない。外食。さあ、場所の紹介よろしいですか。どうぞ。今山道登ってきたこの山が、八つ表山という、八つ表山公園は2つの小さい山からなる公園で、西側の山が男山、東側の山が女山と呼ばれている。春は桜の名所として有名らしい。この公園では男山の方にある展望台で女性の霊が出ると言われている。女性の方では男の霊が出るって、ただの変態。男の方の山で女性の霊が出るの。本当噂だろ。出ると言われている、うん、どうなんでしょうね。もともとこの山はこの鉱山で、過去には坑道で事故も起こっていて、また以前に男山で死体遺棄の事件もあったという、その辺が心霊スポットと言われるゆえんなのかもしれないと。でもかわいそうだよな、すぐにそうやってさ。池と山とお墓と大抵全部心霊スポットにされる。山道の中間あたりまで登ると右手に細い道が分かれていて、その先が危険という話も聞かれる。全部噂やな。全部噂っていうのがさ、もうやだ俺。まあとりあえず展望台あるらしいので、そこの展望台まで行ってみましょう。で、ここ何歩くの。はい。嘘。あなただって歩かないスポットばっかり選ぶと、今日全然歩かんかったって垂れるもん。だから山登りも兼ねるか。違う、もう山って言った時点でさ、なんかすっげー展望台見えたじゃん、すぐそこに。君の体を気使うと歩くのかわいそうかなと。そんなに自分が歩きたくないフェイクの理由を作るか。行くんだよ。かわいそうに。さあ、展望台あっちだ。もう見えてんだよな、展望台の位置が。中腹まで歩くと右の道が危ねえって言われてる。こっち違うわな、別の道。心臓が痛くなってきた。うわ、心臓が痛い。本当に痛くなったらそんなリアクション取ってる暇ないでしょ。お前一番嫌いなの分かるやろ。もう山で俺でどんだけ遭難しとると思っとるんや。そうなんですか。あ、なるほど、右ってこっちか。こっちじゃないの、展望台自体は。展望台こっちじゃないの。そっちの方が気になる。気にならん。なんも。あ、いいな。俺めっちゃ気になってまったんだよ。え、気にならんわこれ。本当に。やらかした、今日クロックした。なんか、うん、あります。まあよくある、まあそこら辺におる浮遊です。登れるのか、この展望台。なんか城の跡みたいな。確かに。うわ、なんか古いマンションのなんか階段って感じ。
聞かれた。ああ。でも確かに街は全体的に見回せますね。すげえな、こうやって見とるとあれみたい。ん？すげえな、高いな。そうですね、この展望台ってそんな高くないんだけど、山の上っていうのがやっぱ効いてるんですよ。なあ、下の街もさ、こうやって見ると綺麗に見えるな。その一言のせいで動画で使いづらくなるよ。だって、俺、興味ないもん。まあね、あなたがそこになんていうの興味持つと思わんけどさ、もうちょい言葉選んでくれるとさ。で、展望台のところに女性がいますということですか。なんか感じます？全然。わお。何しゃべっとるか分からへんねこれ。何なんでしょうね。で、あっちがあれでしょ、三重県でしょ。はい。どうするべや、どうするべや。もう降りる。これ夜来るっていう話、あなたのセンサーに何か引っかかるだろう。もうちょっと手入れするといい展望台なんだけどな。さすがやな、そこにお金をかけないし、税金素晴らしい。まあ優先度が低いってことなんでしょうな。そういう話をしたいんじゃない。センサー何も反応なし。ここの展望台に、うん、そうですね、行けば、まず、はい、どうも、中腹まで降りてきました。まあ、幽霊を見たっていう人は、はい、偶然でしょう。偶然でしょう。偶然か何かの見間違いか。見間違いか偶然って思った方がいいんじゃないかな。綺麗な展望、あの展望台だよ。うん。まあ、確かになんか。まあ別に普通の何もない。本当に景色を楽しめる場所。夜は多分昼結構来るんじゃない。人、うん？だってなんか夜景綺麗そうだ。うん、確かに夜景はなんか一望できていい感じだなっていうのは思った。なんで別に、何でもない普通の展望台でした。以上、一箇所目終わりって。すごい草むらだらけで、手入れされてない。まあ、きっとこういう芸術なんすよ。こういう芸術っす。芸術はわかんねえな、やっぱ。俺気になるのここなんだけどな。あれ？どっちが気になるんですか？この草むら、このなんか建物あるとこ？ああ、俺も虫がいてゾクゾクする。なんもない感じです、うん、なんかすげえ気になるんだけどな、何かが通ってる。じゃあこのなんていうの、右側に歩いたらなんか危険かもしれないっていう記事だけは合ってる。うん。